マスターマインドジャパンアーカーブセカンドへようこそ。本日ご紹介させていただきますのは、マスターマインドジャパンの中でも伝説的なコラボレーションアイテムとなりました、マスターマインドジャパンとクローズゼロ e の映画のコラボレーション T シャツをご紹介したいと思います。一方目は先ほどご紹介したので、もう一方の方を今からご紹介したいと思います。 こちらの方はマスターマインドジャパンがすごく人気絶頂の時にありまして出すアイテム出すアイテムすごくプレッシャーを叩き出し入試困難になりましたアイテムの一つとなっております今年はクローズの方が30周年記念ということでこのタイミングでこの T シャツそれからこの後ご紹介するスカジャンの方もご紹介したいなと思って動画を上げましたそれでは見ていきたいと思いますこちらがフロントになっております それでは見ていきます。先ほどと違くて、先ほどはマスターマインドだけだったんですが、今回の場合はマスターマインドジャパンのジャパンが入っています。こんな感じですね。フロントにマスターマインドジャパンが入っています。で、えっ、ー、と、生地の方は光沢のある生地で、結構高級感のある生地ですね。で、この、 マスターマインドジャパンと映画をコラボレーションするときは必ずシアター8というあのー、もう一つのクラウンジュエルっていうアパレル会社があってそこの一つの企画として立ち上げた部門のところとコラボしてしていましてその時のコラボしているシアター8の記事っていうものが決まってましてこの高濁のあるすごく高級感のある記事を使われていますこれがこのマスターマインドジャパンと映画を使うときの 映画を題材と使うときのコラボレーションの T シャツの記事がこのようになっています。これ以外にゴッドファーザーとかマリリン・モンロとかそういった、あと、パイレーツ、えー、パイレーツロックという映画の方とのコラボレーションもこの記事になっていたと思います。それではこちらがフロントになっています。こちらがバックになっています。で、先ほどの文字と今回の裏の文字は全然違っています。 このようになっています。最後に黒と書いてありますね。こんな感じになっています。むちゃくちゃかっこいいですね。こんな感じです。バックプリントは、先ほどと今回のものは全然違っています。もう一度フロントの方に戻ってきました。 やっぱり自分はやっぱこのマスターマインドジャパンという書いてある文字の方の T シャツの方は好きですね。そしてこちらも新品未使用になっています。バックになっています。M サイズになっていますね。で、こちらにシアター8と書いてあります。 光って見えないですね、文字が。タグはこんな感じですね。探せばまだ新品未使用で、このクローズゼロツー2とマスターマインドジャパンのコラボレーションのアイテムの T シャツはあると思うので、もし気になられる方は、あのー、探して、もう今のところそのマスターマインドジャパン自体が人気の方がだいぶ落ちてきているので、低価格で買えるんじゃないかなと自分は思っています。 えー、自分としては寂しいことですが、あのー、変な風にその人気を煽ってブランドの価値を高くしてプレッシャーを出すよりも、本物が好きな人に買いやすい金額で買えるこの状況っていうのはいいと思うので、自分はやっぱりマスターマインドジャパンの大ファンなので、えー、今から新しい、新しくマスターマインドジャパンが好きになってくれた人が、こういう T シャツを手に入れてくれたら嬉しいなと思います。 特に10代、20代の子にはマスターマインドジャパンの良さを知ってもらい、えー、より多くの人が来ていただくと自分は嬉しいかなと思っております。本日ご紹介させていただきましたのは、マスターマインドジャパンとクローズゼロ0 2のコラボレーションの T シャツの2型目をご紹介させていただきました。